またしてもやってきました。三度ですかね、三度やってきたと。ここ県探隊ハゼ釣り訓練場です。今日もねちょっと涼しい、ちょっとね、っていうのはね、もうね時間がねだいぶ午後ちょっと過ぎました。お昼をね、ほら15時33分頃ね。まあ真っ昼間も割とね涼しかったっていうか、まあ涼しいとまではいかないけど暑くはなかった。30度をちょっと下回るぐらいだったかな。で今日はねもうねこの前ほらマハゼまあまあの方が数匹釣れたんかな。でもうちょっと沖合に行ってんのかなとも思ってな、今日はこのリール竿も持ってきた、手竿も持ってきたけどね、このリールと手竿の2本立てでやってみようと思う。まあこういうことをやるとでもね結構ねどっちつかずでもってね、あの割とね釣れ始めるとせわしないし、釣れない時には最後に片付けるのがすげえめんどくさいとかそういうことになっちゃうんだけどね、まあいいや、とにかくね。で餌も今回は青磯とドバミミズ、この2種類を持ってきました。でまあそうだな、駐車場の時間のこともあるから、まあできれば8時頃まで、8時頃まで、でも全然できなかったら、まあ薄暗くなったらやめると、まあそんなスタンスでね、ちょっとまあハゼを釣ってみようと思います。さあどうかな、今日は訓練生いますでしょうか。ん？どうだ。あ、訓練生いない。それも結構満潮だな。すごい。水がほら満潮。今日はね中潮なんだよね。それでマズメ時がもうちょっと下げなんだな。下げの3分ぐらいになるんだ。今が満潮時なんだ。ああ、ハゼはね、まあ満潮の時に岸近くに寄ってくるっていうからね、今が釣り時なのかもしれないけど、でも訓練生いないからな。まあ釣れないってことだよね。釣れればここ釣りやすいから、ハゼ釣りの人いるはずだもんね。まあいいや、とにかくいつもの定位置で。おお、このブタクサのこの草原というか、まあ一層ブタクサこれね、なんか成長したね。すごいよ、もうほら何これ、2メーター50ぐらいなのに成長したんじゃない。2メーター50あるよこれ、ほらね、うわーすごいね。でもなんか人が通った跡はあるね。誰かは来てるんだね。ほらほらほら来ました。ここハゼいる、岸近くにハゼいるかな。どう、今日はちょっとぶっ込みもやって置き竿にしとくんで、あんまりこう、あ、いるな、そこにハゼ、ほらいる、あ、いますね、まあまあの大きさが。この辺にいるんだ、この辺でもいいか、あ、そこにもいる、あ、結構見えるな。じゃあどっかこの辺でいいか、この辺でやりますかね。よし、じゃあこの辺で、この辺で、この辺でやりましょう。じゃあまずはね、このリール竿の仕掛け、ぶっ込みだね。この中通しの6号かな、重りにワンタッチスナップのスイベルつけて、ここに針をつけると。で使う針はまあこんなんでいいか、ジェットハゼとか、ジェットハゼ5号ね、これいきましょう。まあ要するにこんな感じだね。こう針ずーっとつけて、ワンタッチスナップにつけて、これで重りと。この針はね、どうせねここね下にゴミがいっぱいあってハリス取られちゃうからね、まあ、こんな感じでワンタッチスナップにちゃかっとつけてね、簡単に取り替えられるようにしましょう。ほら、それにしても来た来たね、これにぎやかなんだよ、ね、今にぎやかなのが2つ来たね。ほら米軍のヘリコプター、それとこの草の向こうには鉄橋があって JR のね電車ね、もう1個にぎやかなのがいるけど今はいないな、もうじき出てくるよ。でもね本当ににぎやか、ここはねお祭りのような釣り場でございます。じゃあ餌はこれね、これ今回は来る途中で上州屋で買った青磯、これのこのハーフサイズっていうのね、ハーフサイズっていうのはこの大きさじゃなくて量がね半分サイズってことね。これをだな、まあこう適当に切って、あまり垂らし大きくしてもな、ハゼの場合尻尾食われるだけだから、でこうしてまあね一本針で十分、それで天秤もいらない、こんな感じでねぶっ込んでおきましょう。ここはねこう円筒なんか必要ないんで、この真ん中辺にちょろっと投げときゃいいんじゃないかな。もうちょっと邪魔にならないようにこっちにしとくか、この辺でね、この辺でその辺にほらこうよいしょと、こういう感じ、浅いんだよここ、それにね、でこうして適当に張って、これでこの鈴ね、鈴をつけて電話待ち、電話待ち、これで電話を待つと、こういう感じです。よし、県探隊コールセンター電話待ちです。よっしゃ、じゃあ竿2本このように投げ込んどいたんで、
手竿の方の準備をしましょう。よっしゃ、手竿はね、今日はこれだ。いつもね、ハゼ釣りは台湾の4メーターの竿を使うんだけど、今日はね、この、いつもね、バス釣りとか追い川釣りやってる、日清のハイモード流れ、ハエ竿5メーター。これでね、行きましょう。ちょっと深場にいるのかなと思ってな、4メーターよりも5メーターの方がいいかなって、そういうふうに思ったんで。お、なんか今、チリリンと、鳴ったような気がするな。電話がかかってきたような、この手竿を用意し終えたら。手前の竿ね、なんか鳴った、電話鳴ったよね。なんかワン切り、ワン切りですか、なんか鳴ったよね。こっち鳴ったよね、一瞬鳴ったような気がするな。かかってる、あ、かかってるな。なんかかかってる、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 なんかかかってる。お電話ありがとうございます。かかってます、お電話ありがとうございます。あ、やった、マハゼ来ました。お電話ありがとうございます。釣れました。ぶっこみの方に、まあまあのほら方だよね。まあまあ、やっぱり育ってるな。おい、ほら大きい、やった、やりました、やりました。よいしょ、じゃあまたこんなんでね、餌つけて電話待ち、どんどんお電話ください、お願いします。そら、あー、もうかかった、もうかかった。なんか早い、早い。こっちの竿早いよ。なんかすごいな。え、あそこがいいのか、場所が。ほら、また釣れた。いるんだな、あそこにな、家族が。やったー。今度のはもっとでかい。さっきのより。すごいでかいよ、これ、ほら。ほら、ほら、ほら。こんなでかい。こんなでかいの。やったよ。え、なんていうことだ、お前。え、ありがとう、ありがとう。俺はなんか、振り込め詐欺かな。え、なんか、詐欺犯じゃないよ、俺。なあ。え、詐欺の電話じゃないんだからな。頼みますよ。それにしてもすごいよな。投げ込んだら速攻で。ね、もう、電話を待ってたって感じだな。電話口で。え?ありがたいお客さんだね。そういうお客さんもいるんだよね。うん。電話出た途端に、はい、買いますとか言って。ね。よしよし。じゃあな。あそこだな。あの場所。あの場所が一番いい。あそこ。なんかあそこにはな。きっとな。金持ちのマンションがあるんだよ。な、金持ちが住んでる。ハゼの金持ちが住んでる。あそこ。その辺。よし、じゃあ手竿ね、この5メーター玉浮き仕掛け一本針、これでな、とにかくこれを紹介しようとしたら、チャリチャリンと電話があって2連発だった、なかなか幸先のいい釣りだ。よし、なんか近くのやつは釣れないのかな。どうもこう見えるやつがいるとね、やっぱり気になるよね。どうしてもあの見えるやつを釣りたいというね、そういう衝動に駆られてしまいます。浮き下をすごいこう短くして、こうしてね、連れて、その辺、その辺、ほら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 、持ってた、ほらほら、あ、ほらほらとか言ったら出た、出た、琴引きだ。これだよ、ダメってことか、この釣り方はダメと、な、やめとけと、そういうことな、琴引き、琴引きだよ、琴引き、はい、さよなら。ダメか、じゃあもう少しね、ちょっとこの先端部分で、お、にぎやか三兄弟の末の弟が来た、ほらね、あれあれあれだよ、ウォータージェットスキー、あれがね、もういる時にはブン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 いっぱいいるからね、今日はでもあんまり多くないな。この辺はどうかね。こっちも釣り人いないのか。ああ。いませんね。ほら、あれが、あの今走ってるのが、うるさいのの長男。ね、にぎやか三兄弟の長男です。ああ、あれはね、すごいうるさいよ。この辺は根掛かりがあったかな、確か。でも誰も釣り人いないね。なんか、あまり釣れないのかもしれないね。あれ、この水路の中がいいのかな。中が、中でないとお電話来たの分かんないしね。
割と当たりがないのね。最初のコールセンターに2回電話がかかっただけで、あとはね、手沢の当たりはないし、琴引きが1回か。コールセンターの方も全然その後電話かかってこないし、なんか際のハゼが餌食ったような気もするんだけど、合わせてみるか。そら、ほら釣れた、ほら釣れた、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 ほらほらほら、三釣り、ハゼの三釣りやりました。際のハゼ釣ったよ。やっぱこれだね、三釣りの醍醐味でございます。やりました。電話だ、電話だ。あ、バレた。でもね、まあ、ハゼじゃなかった。銀色してたもん、色が。なんだあれ。ろくでもねえやつだ、チキショ。やっぱりこの時間からは、まあ、ハゼじゃないやつが、こう、連れてくるんですかね。でも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 、なんだ、かかってんの、かかってるな、何かが、なんだ、あ、外れたか、外れたよ、外れてしまった、何だったんだ、まあ、マハゼじゃないことは確かだな、はあ、何かが、でも、たまに夜も電話がかかってきます。あ、また電話だ。こっちの層よくかかってくるな。なんだろ、板電か、夜だから板電だろ。ああ、なんか、ああ、何かいじってるけど張りかかんないもんね。ほら、ブログなんじゃないな。まあいいや、置いとこう。ほら、また、なんか竿が、ウジギシが、なんかがいじってんね。どうせかかってないんでしょ。あ、かかった。今度またカク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 した、なんかね。だから前は何、ちょっと息つけてる。かかってるよ、まだ。あ、かかってんな。そら、ほら、ろくなやつじゃない。やっぱりキビレだ、キビレの子供。お前だよ、お前だよ。ああ、落ちた落ちた。ほら、帰る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 。あ、こんなんだもんな。こんなんでございます。はい、そして今回持ち帰った釣果はこれです。見てください。おー、魚文字で漢数字の3が書けております。そうです、最初に釣れた3匹だけだったんだよ。あの後ね、電話は結構かかってきたけど、変なやつからばっかり、板電みたいなもんだな。そんな電話しかかかってきませんでした。でもね、このね、最初に釣れた3匹のうちの1匹でかいよ、これ。これね、これ多分ね、1メーターは超えてると思う。本当だぞ、本当だよ。この剣単体スケールで測れば、ほら、ずっと来て、ほら、1メーター超えてる。優に1メーターは超えてるよ。やったな、剣単体スケールってすげえだろ。まあいいやね、置いといて、ジスのスケールも当ててみるな。これ、これ当てるとな、まあどのぐらいかっていうと、ほら、ずっと来て、でもほら、17センチ近いよ。結構でかいんじゃないね。でかいね、やったな。でもなんで3匹しかって、そんな感じだよね。まあしょうがねえよ、3匹しか釣れなかったんだから。で、今回はね、これ何にしようかなっていうと、まあ
3匹しかいないからな、天ぷらっていうのもなんなんで、今日はな、これをな、塩焼きにして食ってみようと思う。鱗だけ落としてな、内臓もそのまま入れて塩焼きにしてみようと思う。でな、その塩焼きになつけるものっていうと、また例のこれだよ、これ。ほら、これ知ってるよね。柳田で、そうでございます。タデ酢を作るあの、例のタデですよ。まあこれはね、栽培ものなんだけどね。実はね、このね、ハゼ釣り訓練所、ここにもね、タデはね、生えてるのを私はね、確認しました。もう何年も前だけどね。で、今日はね、ちょっと見つけなかったんだけど、多分ね、見つければあの辺でもあると思いますよ。っていうのは、あの水域はな、例のカメカメ池のある、あの河原の数十キロ下流だから。ね、あそこは同じ川なんで、ね。だから、あるはずなんだよ。あるはずなの。おいでな、これはまあ、栽培もんですけどね。で、タデ食う虫も好き好きって、よくそういうことわざあるでしょ？ね、聞いたことあるよね。で、これほら、本当にね、これは、あ、ほらほら、ここのとこ、なんか葉っぱがちょっとね、虫食いになったんでしょ？もっとなってるやつあるよ。これこれこれ。これなんか見てよ、ほら。ほら、こんなに虫食いになっちゃうんだよ。こんなに。ね。虫がね、結構ね、ついて食うんだよ、この葉っぱ。辛いんだけど。結構辛いんだよ、この葉っぱ。ね。でね、よく観察すると、これね、黒いね、米粒ぐらいの大きさの甲虫が食ってますね。なんかね、好きなんだな、そいつな。で、今回はね、この柳タデを使ってタデ酢を作るんですけど、このタデ酢の作り方っていうのは、ちょっと前のあの、及川釣りの動画でかなり詳しくやってますよね。だから今回はこのタデ酢の作り方っていうのは紹介しませんので、気になる方はぜひともちょっと前の及川釣り動画を見てください。じゃあこっちのね、塩焼きにするこのハゼの方はね、鱗だけこうちゃちゃっと取ってね、それであとは、塩をね、こう、粗塩をぶっかけて焼いて、塩焼きにすることにしましょう。それで、このかける塩っていうのはね、結構美味しい塩がいいですよ。私の場合はね、まあ、いつもやってますけどね、あの、伊豆大島の海の背、あれを使って焼くことにします。はい、できました、焼けました、できました、焼けました。おー、焼けた、焼けた。見てよー、なかなかのものでございましょう。うまそうに焼けたよ。3匹もいれば十分だよ、酒の魚にはな。それに見てくれ、これほら、緑色も鮮やかなタデ酢にてございます。タデ酢ねえ、美味しそう。それにこの下にいるこの敷物ね、敷物、これな、河原っていうか、あそこの釣り場に生えていた葦でございます。葦の葉っぱをね、取ってきてね、こうやってね、下に引いてみたのね、足だけにちょっとあしらってみたって感じだよ。なあ、うまそうでしょ。それでは早速食ってみましょう。これでございますよ。焼きたてにてございます。で、このタデ酢も作りたてにてございます。っていうのは、タデ酢はね、とにかくね、日持ちどころか時間持ちしないからね、使う直前にすぐに作って、すぐ使わないとダメなんだよね。そうじゃないとね、色あせちゃうし、辛みもなくなっちゃうんですよ。じゃあな、まあ、脳がきはさておいて、まあ、食ってみましょう。ね。今日、腹綿入ってんだ、これ、腹綿。ね。じゃあ、この、マハゼの腹綿ってね、結構ね、内臓の肝臓、肝がね、でかいんだよ。あれ、焼いて食ったらうまいんじゃないかな。いつだったか、肝醤油にしてな、生で食ったこともあるけど、あの時もね、美味しかったよ。これ、ほら、白身。ね。白身。あ、焼きたて。ね、これ白身の魚はとにかくこのタデ酢がよく合うんですよ。これこうね、かけてもいいけどね、まあ、つける、今回はつける。こうやってほら、つけてつけて、ちょっとヒレなんかもね、よく焼いてるから食えると思う。いきます。うん、うまいよこれ。うん、やっぱりこれだな。これがね、いけてる。うん、いけてる。うん、辛みがいいぞ。結構辛いんだよ、これ。タデ食う虫も好き好きっていうぐらいでさ、ほら、結構ね、なんで辛いのに虫が食うんだろうっていうね、うん、好き好きなんだなと、人の好みも、十人十色ってそういう意味だよね。うん、本当に。でも、ね、辛いのが好きなのもいるんだよ。多分、あの虫は辛み感じないんだよ、きっと。ね、辛くないとか言ってんだよな。多分そうだと思う。じゃあ、これね、ここにつけて。いきます。うん、うまい。うまいよ、これ。うん、でかかったからな。17センチ。今のシーズンにしては結構大きい方じゃないっていうか、まあ、これが普通の地域もあるんだろうけど、地域差が大きいからね、ハゼのね、大きさなんてね。本当に。うん、ここのね、この訓練場のハゼはね、こんなでかいのはね、めったに釣れねえよ。本当、いやす。うん、うまい。うん、本当にうまいな。うん、ほら、
肝が、なんとなく肝が見えてきた。まあ、頭は食えねえだろうけど、内臓はどうなのかな、やっぱり苦いのかな、これなんかいろんなもの食ってるからな、こいつらもな、水底にいるからね、水とかも食ってるかもしれないし、これ肝、油がついてるな、なんか油ついてるよこれね、内臓いきます。うん、ね、うまいよ。やっぱね、これね、ハゼの塩焼きにはね、タデズよく合うよね、タデズ、本当にタデね、今がタデシーズンだからさね、川に入ってんだよ、川とか、まあ、田んぼの端とか水辺に入ってんだよね、あれね、雑草だから。見つければあれ、あの今生えてるからさね、ハゼ釣りに行ってついでに見つけて、もうタデズ作ってさ、つけて食えばいいんだよ。ただまあな、最近タデなんて知らない人が多いからな、わからないとか、生えててもそれがタデだかどうかわからないとか、そういうのは確かにあるね。うん、そういう時はしょうがないな、まあな。うん、植木鉢にね、植えてね、私のとこなんかそうなんだけど、植木鉢に植えて置いとくの。そうするとほら、使う直前に作んなきゃいけないからさ、ね、置きます。そうすると、やっぱり、ね、あ、そうだ、閉まったタデだって言っても、取りに行くのもさ、まあ、すぐね、庭の前には田んぼで生えてるよっていう人はいいけどさ、めったにね、そんな人な。うん、そうなんだよ。だから、やっぱり、植木鉢に植えて置いとけば、あ、そうだって時すぐタッと使えるからな。いいでしょ？ね、そうでしょ？ね、いきます。うん、結構うまい。なんかこれ、タデって骨も柔らかいから、尻尾なんか食えるよね。よく焼いてあるから。うん、食えるはず。ね。うん、まあ、なんか、このでかいやつ1個、ほとんど解体して食ってしまうって感じだな。ほんと美味しいよ、これ。ね、よかったよ、今日。でもさ、3匹釣れて、その後、あの3匹目はこのちっちゃいやつだったかな、ね、あの密林で釣ったんだけど、あのあとね、ハゼがね、急にいなくなった。あの引き潮に転じたのかな、あの今日は多分夕方、マズメ時はもう引きの3部だったから、あ、潮汐表を見るとだからね、多分ね、引き潮だったんだよ。でハゼってさ、あの潮の緩慢にすごい敏感なのね。とにかくパタッと釣れなくなったり、ババッと釣れるようになったりするから、あんまり潮の満ち引きなんだよね。うん、だから釣れない時間帯になっちゃったんだけど、うん、でも3匹釣れてよかった。うん、私的にはこのぐらいの基礎のが3匹いてくれりゃもうね、十分、本当に十分だよ。うん、うん、本当だよ。うん、うん、これは食い物じゃないんだ。これは穂、あの足の穂がね、いっぱい生えてたんで、これまで取ってきておかさり。うん、うん、なんかなんだ、バク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 食っちゃったな、なんかのんがきこきながら。あ、うまいよこれ、うまかった。じゃあな、うまいハゼの塩焼きをタデズつけながら一匹バク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 食っちゃったから、食っちゃった、あとはお酒でしょ、お酒とくればチベタイ日本酒でしょって感じで、今日はこれだ、菊水の辛口ね、これ新潟のお酒ですね、これ冷やしておきました、ちっこい瓶な、これをこのちっこいギアマンのグラスでいただくことにする。それでは、いただきます、いただきます、いただきます。うまい、うまい、まずい日本酒はないよね。でもうまい、本当にこれ、うん、うまい、うまい。これもね、ほのかな渋みがいいな。日本酒はやっぱね、渋みがあるのがいいな。こんな辛口って書いてあるけどな、辛口。うん、結構ね、渋みがいいです。ありがとうございます。いやー、でもね、今日もね、まあ、3匹釣れてよかったけどね、もうちょっと釣りたかったね。この倍ぐらいはね、まあ10匹ぐらいいてもいいかなって感じだったね。このぐらいの大きさでもね、20匹いるとちょっと困るんだけどね、やっぱね、私的にはね、その日のうちに食い尽くしちゃわないと、もうどん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 魚釣りに行くからさ、溜まっちゃう一方なんだよね。でもあまりこうちょっとしか釣れないっていうのもあれだけど、でも今日はね、最初に釣れたからね、あの最初に釣れるっていうのは結構いいよな。ずーっと釣れないでさ、最後にパタパタっと釣れてノーカンっていうのもさ、悪くはないんだけど、あーなんだよ、今日はこれから試合開始の時間なのか、でも私は帰る時間だよみたいな、そんな残念さがあるからね。でも今日はほら、最初にダーッと釣れたから、そうするとその後がなんか変なのしか釣れなくても結構ね、我慢できるしね、楽しいもんなんだよな。てなわけで、今日の動画はこれにて終了とさせていただきますが、私はまだマハゼちゃんが2匹いるんでな、晩酌続けさせていただきます。
それではまた次回、何釣りになるかわからないけど、何か釣りの動画で会いましょう。ごきげんよう。